この動画はネタバレを含みます。さて本作のテーマの一つは人類と恐竜の共存ですが、実際に映画を見た人の感想ではここの部分がないがしろにされているというものが多くありました。この映画にはミクロとマクロの2つの要素があります。そのうち映画で主に描かれたのはミクロの部分。各地でド派手なアクションシーンがあり、一見するとかなり大きなことをやっているように見えるかもしれませんが、 話の主題は誘拐された少女と恐竜の子供の救出であり、ミクロなものです。これが巨大稲子の大発生の収束に関わってくることは、後々わかってきますが、恐竜との共存とは関係ありません。もう一つのマクロな要素である恐竜との共存については、映画では描かれていない画面の外側の部分で、いつの間にか国連の決議があり、共存を模索していく方向で決まってしまいます。さて、まず恐竜との共存という観点で、 本作の問題点をお話ししますが、人類と恐竜の共存そのものは別にそれほど大きな問題だとは思いません。私たちの中に人類とライオンやクマの共存についてそれほど問題視する人はあまりいないでしょう。今作で行ったのは人類と恐竜の共存ではなく、人類のエゴで現生の野生動物たちに恐竜との共存を押し付けているということです。それを象徴するのがラストで、 ゾウの群れとシノケラトプスが同じ大地を歩いたり、クジラとモササウルスが同じ画面に映っているシーンです。恐竜可愛さのあまり、原生の野生動物たちの権利に対して、正直配慮が足りないと思います。ただだからといって、僕はこの映画がダサ作であるとかそういうことを言いたいわけではありません。恐竜が世界中に拡散してしまった状況に対して、人間が取れる選択肢は至ってシンプルで、野放し、駆除、 捕獲の3つしかありません。しかし、ではそれぞれの具体的内容を検討するのを映画で描写しようとすると、まるでシンゴジラみたいになってしまい、映画の雰囲気とは合わなくなってしまいます。この映画で失敗した点を2つ挙げるとすれば、1つは事前の宣伝の際、シリーズ30年の完結編であることと、恐竜との共存がテーマであることを前面に押し出してしまったことです。 つまり予告の仕方が違っていればここまで賛否両論にはならなかったのではないかと僕は思います。二つ目はナレーションで無理やりハッピーエンド風にまとめてしまったということです。全く同じ映像でもマルコム博士が神妙なトーンで恐竜と人類の共存に向けて課題が山積している。などと語れば国連の決議で恐竜との共存が決まったうんぬんとはかなり印象が変わったと思います。 さて、ここでマクロの要素の是非についても語ってみましょう。事前の予告では恐竜との共存がテーマであるかのように歌っていましたが、先ほど述べた通りこれは本編ではほとんど描かれません。ただ本編でこれをほとんど描かないのは個人的には賛成です。前述の通り、ここを突き詰めるとジュラシックワールドではなくシンゴジラになってしまうからです。そもそも本作を見て、 恐竜が人類に対してそれほど脅威であるというふうには感じられませんでした。本作で最も人類に対して害悪だったのは恐竜そのものではなく、それを扱う地下非合法組織や遺伝子技術を悪用する巨大企業です。そもそも第一作目からシリーズ全体を通して、本当に問題なのは恐竜そのものではなく、人間の傲慢さであることがよく描かれてきました。個人的には映画の展開や映像そのものには、 あまり不満はありません。恐竜との共存ではなく、初めからこれまで通り人間の傲慢さとどう向き合っていくか、向き合い続けていくのかをテーマにし、それに沿ってナレーションと事前の宣伝の仕方を修正していればもっと良かったのではないかと個人的には思います。また合わせてジュラシックシリーズの完結編ではなく、あくまでジュラシックワールドシリーズの完結編にしておいて、パークの3人組は 映画後半まで引っ張っておいて、スケットレベルでの参加にした方が良かったのではないかと思います。もちろん、それぞれの俳優のファンの方は、3人の活躍シーンが多くて嬉しいと思うかもしれませんが、個人的にはグラント博士たちが潜入捜査みたいなことをするのは違うのではないか。少なくともそれを長い時間にわたって描写するというのは、我々が求めていたことではないのではないかというふうに思います。ただ、実は映画を見て少し安心しました。 今作の内容が完璧ではないからこそ、これから小説、漫画、映画などで恐竜を扱った創作活動をしたい方々にその余地を残したのではないでしょうか。